さあ今回の本の前置きですが、今回は川崎市にあります、うん、ラーメン川崎屋本店でございます。はい、はい、いやいいっすね。ずっと来てます僕。そうなんだ。中学から。いやーやっぱ地元だから。あの人なんかもうずっとしてるもん俺。一回初めて喋りますけど、若そうなのにもう金髪でね、一番イケイケで今若い頃からしてます僕。今じゃあちょっと落ち着いた方なんだ。落ち着いてます、めちゃめちゃ落ち着いてますですよね。いやうまそう、香りがやっぱいいわ。もう家系ラーメン僕はここで覚えましたから。あ、なるほどね、はい、うわすいません。うわすごい、いいじゃん、これはいいわ、ありがとうございます。こんないきます、がっちり家系ラーメンなかなかね、純粋なる、純粋、純然たる。六角屋直系でしたっけ川崎屋って。吉村屋直系だから。じゃあ本当にまさにだ、本家の本家。へえ嬉しい。じゃあの外であの、いやそういうことです、ね、濡れ布巾で練習します。俺だってこの人すぐ辞めると思ったんだもん。だってずっとみんなで言ってたんですよ、あの金髪のやつはすぐ辞めるって言って。長いっすよ、長いっす。じゃあのケツケ飛ばされてた世代ですね。はい、いただきます。うめぇ、うめぇ、うまっ。うん、今日は本編、はい、酒入ってるんでうまいっすね。うまいわ。締めのラーメン、うん、前置きのラーメンじゃないですよ、締めのラーメンですよ我々からしたら。いいっすね、このラーメン揚げた時のこの食べやすい短さがね、うん、うまっ、うまっ、うまっ。あのこの汁もまあ、うん、本気のファンが選ぶ、うん、神回神回百選のうちのね、いや間違いない回でしょ。本当にいい回でしたね。ね、うまっ。高川キムチサレードキムチということで、今回はキムチ工場に見学、うん、僕の地元川崎ですけど。いい回だったな、うん、ちょっと身につまされるね、うん、もっと密接でいいんじゃないのかと、うんうん、なんか結婚っていろんな形なんだな、 なんか、うんうん、そうなのよ、うん、人の分だけ器があるから結婚の形ってそれぞれで違っていいんだけどね、うん、みんなどっかで確実的にしようとする嫌いがあるから、はいはいはい、そうじゃないんだよと。やはりこの結婚のベースってものがなんか漫然としたものが出来上がってて、そこから外れた結婚ってのがなんかこう眉間にしわを寄せられがちというか、僕なんかもそうですよね、そっち側のあれですけど、そうじゃないんだよと、うめえな、うまっ、今日のキムチもこのラーメンもそうだけど、うん、結果その人が歩んできたこの人生、うん、即席にこの味わいが出てくると間違いないです、それだけは、うん、絶対言えるわ。結局そこなんだよな、うん、残り30とかじゃないと思う、うん、秒数じゃないと思うぞ。お前も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 だと思う、全員幸せになんなきゃいけないからな。一回横に並んで俺ぶん殴るわ。にっくて殴るんじゃないぞ。目を覚ましてほしいんだ。バコードに。いや本当だ。俺を憎んでも構わないけど、その痛みをね、うん、忘れずに、うん、そのね感情としてね思い直してほしいわ。